はい、5時半です。10月16日月曜日5時半です。で、僕さっき約定されたんですね。僕 YJFX でやってるんですが、さすがに個人情報は見せれないのであれですけど、あ、大丈夫です、これです。まあ僕が狙ったのはこの1本でしたね。この1本というか、こっからここまでね、こうトレンドライン引いて、まあとりあえず、まあ約定履歴から見てみましょうか。はい、これです。僕が狙ったのはこれですね、この200円ね、入ったのがですね、入ったのが16日今日です。今日の、1時50分、昼の1時50分、まあちょうど昼休みの時ですね。昼休みの時見て2時ぐらいに入ろうかなって思ってたんですけど、まあ行けそうだったんで入りました。で、約定されたのが、今仕事が終わって、僕あのいつも言ってる通り、あのエントリーするときにもうあのゴール地点と撤退地点を自動設定しといて、あとは手放しっていう方いう手法をやってるので、20ピップスいただきましたね。利益的には200円です。僕あの一銭通貨でしかやってないんでね、僕あのまだまだね初心者なんで、あんま大きいお金でかけるの怖いんでね。なので約2時間約2時間で20ピップスいただきました。というわけでちょっと振り返ってみたいと思いますね。チャートはこれか。ドル円ですね、ドル円。2G なので、この辺ですよね。この辺。ほら、ちょうど2G。はい。今日は、こう、下げトレンドだったんで、下げトレンドぐーっといって、で、このトレンドラインを割った時に、あ、一回消しましょうか。はい。はい、一回消しました。で、僕入ったのはここなんですが、一応ね、もうここから先は見えない形なんでね、こうやっときましょうか。ああ、そうそうそう。この形で入ったんですよ。この形で。まあ、誰の目から見てもこれ下下げ目線ですよね。下げ目線の中で、ちょっとこうトレンドライン、こうなんか、トレンドラインっていうか、なんか三角持ち合いになってるの分かりますかね。こう三角持ち合い、どんな風に三角かはちょっと一回引いてみましょうか。これで三角持ち合いなんですけど、これはちょっとさすがにあれかな。もうこうにしましょうか。ちょっと自撮りなんでなかなかうまくできないですね。はい、三角持ち合いで、この上の辺と三角の一辺とこの下の一辺ですよね。はい、こういう三角形できましたよね。で、まあどっちにしろこの上に抜けたら今回は入るのやめようかなって思ってたんですよね。あの全体的にこう下げなんでね、上もし上に行ったとしてもよっぽど上に行かないと、この長期の EMA を上に行かないと僕ちょっと入るのやめようかなって思ってたんです。で、今日はねもうずっとこの下のライン、この下のトレンドラインを超えるのを待ってたんですね。で、ちょうど2時ぐらいに、昼休みぐらいにちょっと見たら、ほら、こんな風にね、ちょっと下に下がってたんですよね。で、あの下のトレンドライン割ったなと思って、この辺まで入りましたよね。だから、こっからここまで約20ピップスでした。あのこうぐーっと来て一回戻り売りっていう形ですよね。
戻り売り、下げトレンドの戻り売り、だキャッチボールですよね。下に下がって上にちょっと返してでまたズドーンと行くみたいなね。はい。でこれ60分足なんですけど、もっと長い足で見てもやっぱり下げトレンドなんですよ。例えば日足だったら、日足だったらちょっと大きい目線では戻りなんですよね。一回上げトレンドの上げの戻りの中なんですよ。で今回これ入ったのがですね、しっかりここでクロスされてるっていうことと、ちょっと抵抗体にぶち当たってるんですけど、 MACD がしっかりこうクロスされてるんですよね。なのでまだまだ下げの戻りの下げの力はあるかなと思って、今日は下げ目線で行きましたね。で4時間足で見ても、4時間足で見たらこう、あの長い EMA を超えて、でこの線を下に割ってるんでね、あこれいけるなと思って、でどこまでいけるかって言ったらやっぱここまでですよね。どこまでいけるかって言ったらここまでですよ。前回の最安値、前回の最安値までは取れるなと思って見てたんです。でこの部分ですよね、この部分を取ったんですけど、2時間足で見るとその部分がこれですよ。こうこの部分ね、この部分で本当は入ったところからここまで40ピップスぐらいあったんですよね。40はないか、30ちょいぐらいはあったんですけど、まあ僕もチキンなんでね、20ぐらいでやめときました。はい、というわけで良かったです。今日もなかなかいいトレードができました。まとめると、ドル円ですね、ドル円の、下げトレンドの戻り売りで、今回のエントリーの決め手はトレンドライン、三角持ち合いの下のトレンドライン割ってエントリーですね。でゴール地点はこの前回の最安値、前回の最安値でここまでが20ピップスいただきましたね。ポジション保持期間は約2時間で20ピップスなので、まあ悪くないと思いますね。まあ僕もまだまだ安定して勝ててないので、参考になるかどうかは皆さん次第ですけど、もしよかったらまた次回も見てください。以上です。今日は下げトレンドの戻り売りでした。